いやー、今年の7月から始まった新アニメ面白いわねー。テリーマンをはじめとした正義超人だけじゃなく、大昔に登場した悪魔超人たちが活躍する姿を見ると、目頭が熱くなるわ。確かにこのアニメで筋肉マンを知った人はもちろん、リアルタイムで漫画を読んでいた人たちには、たまらない神アニメになってるよな。あ、リアルタイムといえば筋肉マンには、いつの間にか変わっていたりなかったことにされてる設定が、あるのを知ってたか？え、そんなのあるの？というかあっていいの？もちろんいいんだぜ。なぜならゆでだからだ。というわけで今回は、いつの間にか設定が変わった超人7000を紹介していこう。それじゃあ今回も、ゆっくりしていってね。最初に紹介するのは筋肉マンの筋肉ビームだ。筋肉ビーム？そうだぜ。そもそも筋肉マンとは言わずと知れた本作の主人公、筋肉バスターや筋肉ドライバーといった、技を駆使し超人たちと死闘を繰り広げているぜ。そうそう、筋肉バスターとか筋肉ドライバーは知ってるけど、筋肉ビームなんて聞いたことないわよ。そんなはずはないぞ。パーフェクトオリジン編でも流れた筋肉マンゴーファイトの歌詞にも、飛び散れ筋肉ビームとあるからな。ほんとだ、言われてみれば名前が出てたわね。でも全然覚えてないわ。まあそれも仕方ないか。なぜなら筋肉ビームが使われていたのは初期も初期、怪獣退治編あたりなんだぜ。怪獣退治編って筋肉マンの一番最初のストーリーよね。ああ、現在はリングの上でプロレス技を使って戦う、プロレス漫画だが当時はラブヒーローものだったんだよな。そのためか両腕をクロスさせて発する筋肉フラッシュや、足から放つ筋肉ビームが使われていたんだ。なるほど、要はウルトラマンのスペシウム光線ね。ぶっちゃけたらそういうことだな。中でも空中で座禅を組むような格好をして、重なった足からビームを出す筋肉ビームは、怪獣を退治するために開発された技で威力もそこそこあり、初代 OP テーマ筋肉マンゴーファイトにも、採用されたんだぜ。おお、割と強力な飛び道具じゃない。プロレスの試合でも使えるんじゃない？そうだな。ただまあパーフェクトオリジン編に登場する敵は、怪獣たちよりもずっと強そうだからな。光線を放つよりも関節技を放つ方が、よっぽどダメージがありそうな気もするぜ。確かに、武道がビームを食らって負ける姿なんて想像もつかないわね。続いてはテリーマンの早打ちだ。テキサス出身のスーパーヒーローテリーマン。登場当初はボーイ大人をからかっちゃいけないよと、子供を足毛にしたこともあったがその後心を入れ替え、今や筋肉マンの相棒となった熱き正義超人だぜ。テリーといったらスピニングトーホールドや、ナックルパーとテキサスコンドルキックよね。どれも派手さはないけどテリーの泥臭くも勝利をつかむマインドが、現れていたかっこいい必殺技だわ。ん？何言ってんだ？テリーの必殺技といったら早打ちに決まってるだろ。早打ち？そんな必殺技あった？忘れてもらっちゃ困るぜ。テリーといえば初期の必殺技早打ちだろうよ。リボルバー式拳銃ともども巨大化して敵をぶち抜く必殺技だ。巨大な怪獣でも立ちどころにバラバラに吹き飛ばしてしまうほどの威力があるんだぞ。思ったよりも破壊力あるわね。というかそんな技あったんだ。これも先ほど同様怪獣退治編で使われていた技だ。もはや技と言っていいのかわからないわね。でもそんな強力な武器があるならオリジンたちとのバトルでも使えばいいのに。確かにそうだがそもそも超人レスリングのルールでは、狂気の使用が許されていないからな。どう見ても狂気を使っている超人はいるけど、それに超人用の銃火器はとんでもなく威力が高い、という設定があるんだ。テリーマン自身もそれが原因で足を失っているほか、オメガマンも悪用超人をライフルで撃ち殺したりしているので、特に厳しく禁じられていたりするんじゃないか？なるほどねー。ちなみにアニメスペシャルでは普通に宇宙の武士を撃ち殺していたが、あんな卑怯者相手には何をしても許されるだろうぜ。続けていつの間にか設定が変わったというか、なかったことにされて当たり前のように仲間入りしていた、ロビンマスクのバラクーダ時代だぜ。ロビンは大英帝国が生んだエリート紳士超人よね。紳士的な一面と情熱に満ちた一面を合わせ持っていて、パーフェクトオリジン編でも見事な試合を繰り広げていたわ。かっこいいのう、ロビンってやつは。だがそんなロビンマスクにも黒歴史はあるんだぜ。それは超人オリンピックで筋肉マンに敗北を喫した後の話。だいぶ序盤のストーリーね。筋肉マンに負けてやさぐれていたロビンマスクは、バラクーダと姿と名を変えロビンをも上回る才能を持つ超人、ウォーズマンを見つけ出し、冷徹な精神で戦うファイティングコンピューターと、あだ名されるまで育て上げたんだ。バラクーダ？そうだぜ。その指導の成果もあり、第21回超人オリンピックザビッグファイトにおいて、ウォーズマンは前大会優勝者である筋肉マンと対戦する。だが結果的にウォーズマンは敗れてしまうんだが、試合の中で一皮むけ正義超人入りしたウォーズマンと違い、バラクーダ元いロビンマスクはやさぐれにやさぐれてしまうんだぜ。え、ロビンも改心するんじゃないの？いいや、それどころか原作では敗退したウォーズマンを、薄のろと吐き捨てて見限り今度こそ自らの力で、筋肉マンを倒すと誓うんだ。
またそれまでも素顔を見られたら死ななければならない筋肉族の、掟を知った途端に覆面ハギデスマッチを提案したり、ビビンバに測ったな、この甘、と、英国紳士にあるまじき発言をしたぜ。最低だなこの人。ところが次のシリーズである7人の悪魔超人編では、ロビンの再起不能という設定もウォーズマンに対する暴言も、なかったことになり、当然のように仲間入りをしていた。まあウォーズマンに対する暴言は記者が捏造した説もあるし、新アニメ版では旧アニメ版の改編を元にいい感じにまとめられてたけどな。あの破天荒すぎるバラクーダ時代は忘れることのできない一幕だぜ。誰しも黒歴史があるものなのね。お次はロビンが育てたウォーズマンに関する設定だ。先ほど触れた通りウォーズマンが登場した当初は、ファイティングコンピューターという異名を持つだけあって、冷徹なコンピューターファイトを得意としていたぜ。その力で筋肉マンを苦しめたのよね。ああ、ティーパックマンの首をもぎペンダゴンの羽をもぎ取って勝利し、筋肉マンをあと少しのとこまで追い詰めるんだが、最後は長時間の格下に耐えられないという最大の弱点により、筋肉バスターを決められて KO されたんだぜ。小さい頃はウォーズマンのパロスペシャルが流行ったな。危険すぎて学校では禁止令が出されたりしたよな。そんなウォーズマンだが、この時には相手の次の攻撃が読めるという、恐ろしい能力を持っていたんだ。何それ？本当だったら誰にも負けない力じゃない。だろ？だがなぜか正義超人入りしてからは、ほとんど活かされることがなく大幅に弱体化した結果、新章が始まるまではひどい戦績を叩き出してしまったぜ。もしこの能力が残っていたら戦績も大きく変わっていただろうに。仲間になった途端弱体化するってあるあるなのよね。不憫だわ。続いてのいつの間にかなかったことにされた設定は、ブロッケンジュニアのナチス要素だぜ。ブロッケンジュニアは西ドイツ出身の正義超人。その名の通りブロッケンマンの息子で、当初は父親から仕込まれた残虐超人として、反則攻撃も辞さない戦い方をしていた。お父さんはラーメンマンとの試合で体を真っ二つにされたのよね。それどころか旧アニメ版ではラーメンにされたからな。だが筋肉マンたちと共に戦うようになってからは、荒削りながらも正義超人らしい、堂々としたファイトスタイルへと変わっていったんだ。筋肉マンは敵をも魅了するのよね。このように正々堂々戦うブロッケンジュニアの熱血感で気に厚い性格や、男前のデザインから女性ファンの多いキャラなんだが、実はそのデザインは時代とともに変化しているんだぜ。最初と今ではデザインが違うの？そうだ。ブロッケンジュニアといえば基本緑色のドイツ軍の制服を、思わせるリングコスチュームを着用するなど、ナチスドイツを強く連想させるデザインになっている。だが他の媒体ではきっちり軍服に書かれている中、新アニメ版では軍服ではなくスーツに変更され、着ている時ははだけているためかナチス要素がほぼなくなったんだぜ。ほんとだ、初期と比べたらデザインがかなり変わってるわね。まあその理由は言わずもがなナチスに対する規制だろうな。ちなみに初のゲーム化作品筋肉マンマッスルタップマッチでは、ナチスに対する規制が厳しいためか国外版ではブロッケンジュニアから、ジェロニモに差し替えられていたぜ。存在そのものがダメだったの？そりゃ新アニメではだけるわけだわ。続けて紹介するのは設定が変わったどころか、性質すら変わってしまったウルフマンだぜ。性質すら？ウルフマンは正義超人に属する日本出身の超人。今まではあまり目立った活躍がなかったものの、新章で一気に株を上げた大人気キャラクターだ。ウルフマンと言ったらスプリングマン戦での最後かしらね。そのイメージが強いよな。7人の悪魔超人との戦いに参戦したサイトットリ砂丘でのスプリングマンとの試合で、体をバラバラにされ命を落とすんだぜ。しかしその後、筋肉マンに敗れたバッファローマンによって、100万パワーを与えられ体が再生し復活するんだ。蘇った。続く黄金のマスク編では悪魔六騎士の策謀により、他の超人ともども超人強度を奪われカプセルに閉じ込められてしまう。だがカプセルから出ると超人強度を失い死んでしまうという状況下でありながら、スニゲーターとの戦いで死亡した筋肉マンを蘇生するため、自らの命を彼の元へ届けまたしても死亡するぜ。まさかの二度目の死。そして今回は筋肉マンが悪魔将軍に勝利し、完璧なマスクの力により復活するんだ。この時点で二度死亡し二度復活しているが、まだ理由や経緯が書かれているので理解できる。だが問題は夢の超人タップ編だぜ。もしかしてまた死んじゃうの？ここではブロッケンジュニアとの、モーストデンジャラスコンビを結成し超人タップトーナメントに出場。しかし試合開始直前に乱入してきたパーフェクト超人たちにより、ブロッケンともども串刺しにされリタイアしてしまうんだ。死んでない。まだ生きてるぜ。だがその後、素顔をさらされたロビンマスクとウォーズマンを守るため、新聞記者と乱闘を行ったところまでは生きていたのだが、そこで無理がたたったか準決勝までに、いつの間にか死亡しているんだ。嘘でしょ？ついには死亡シーンすら書かれないの？さらにタップ編と追い争奪編の間にいつの間にか復活し、再登場したからな。いつの間にか死亡いつの間にか復活だぜ。
これはひどい。まあこれもゆでだからの魔法の一言で解決するんだが、それにしてもウルフマンの命は軽すぎるな。それでは最後に悪魔将軍のチンピラ時代を紹介しよう。悪魔将軍といえば悪魔超人の頂点に立つ人物であり、最高の戦闘頭脳と不滅の肉体を持ち無敵の強さを誇る最強最悪の超人だ。筋肉マンはなんとか勝ったけど戦いがトラウマになったのよね。ああ、それくらい恐ろしい強敵でパーフェクトオリジン編にも登場し、とある設定が明らかになったことで作中最強の存在であることが、明確になったんだよな。だがそんな悪魔将軍にもやはり黒歴史はあるというもの。その当時のキャラ設定は瞬く間に消え去ったが、私たちの頭から消えることはないぜ。そんな変なキャラ設定あったかしら。もしかしたら記憶から消そうとしていたのかもしれないな。しかし忘れてはいけない。悪魔将軍が初登場した際は、どれ、奴らの特訓の邪魔でもしに行くか、と、ノリノリで筋肉マンの特訓を妨害しに行こうとしたり、この野郎、あんなチンケな技でこの将軍様に喧嘩を売ろうとは、10年早いぜ、とパイプ S で筋肉マンを、ボコボコにしたりしていたんだぜ。うわぁ、思い出した、この野郎、なんて、今の将軍様なら絶対言わないわね。今見ると笑っちゃうよな。だが私は今の高潔な悪魔将軍はもちろん、この頃の悪役レスラーにしか見えない将軍様も好きだったりするぜ。それは私もそう。おまけ会とかでいいから、当時の悪魔将軍を誰かネタにしてほしいわね。そんなことしたら速攻で断頭大雪だろうけどな。というわけで今回の紹介は以上です。最後まで見てくれてありがとうだぜ。面白かった人はチャンネル登録と高評価よろしくね。それじゃあ、またねー。